ご視聴ありがとうございます。今回はですね、イベントの動画になります。マーベルオールスターズに行ってきました。私のチャンネルでは最近あまり取り上げなかったホットトイズのイベント動画になります。ホットトイズ、フィギュア好きの方なら大抵の方はわかると思うのですが、簡単に説明しますと、実写の洋画、アメコミとか、スターウォーズとかのですね、その超リアルなフィギュアを作っているメーカーさんなんですが、東京の原宿に直営店があるんですよね。で、そこでたまに何かの作品に特化したイベントが、開催されるんですけれども、今回はマーベルということでして、でそのイベントの初日に行ってきた動画になります。混んでるので、あまりたくさん撮れないのでざっくりめにご紹介したいと思います。よかったら見ていてください。それで東京の店舗では久々のマーベルイベントなんですが、スパイダーマンのイベントを除くと、アベンジャーズ、エンドゲーム、エクスクルーシブストアぶりのマーベルイベントですかね。今回はイベント前日に入れる VIP 招待がなかったので、いきなり入店予約始まったんですけれども、これ出遅れると締め切っちゃうのでヒヤヒヤもんなんですけれども、運よく早めに気づけてですね、初日に行くことができました。それで店内は普段と変わって、もうほんとマーベル一色になってます。それでイベントの内容はですね、こんな感じでですね、等身大のフィギュアが、何体も飾ってあったりですとか、あと実際に使われたプロップや衣装とかが、展示してあったりもします。実際に撮影で使ったものを見れるってすごいですよね。あとは恒例気味になってますが、有名人がデザインしたキャプテンアメリカのシールドなんていうのも飾ってありますね。それと、フロアの大半を占めているのが、これ個人的にメインになるわけですが、フィギュアの展示になります。発売済みのものから、これから発売する新作までですね、本当たくさんのホットトイズのフィギュアが、展示してあります。ちょっと新作だけなんですけれども、いくつか、載せてみたいと思います。最近予約始まりましたベノムなんかもですね、早速展示してありました。映画ブラックウィドウからもブラックウィドウとタスクマスター展示してあったんですけども、いつ予約始まりますかね。やっぱり公開絡みで、来年になってしまうんですかね。それとですね、アイアンマン好きとしてはやっぱりこのゾンビアイアンマン見れたの嬉しかったですね。それでですね、フィギュアはたくさん撮ってきましたので、また別で新作フィギュアの動画も上げたいと思ってます。あとそういえば気になったのがマンティスとかの展示なかったですね。あとそういえばバルキリーとかコーバスとか、過去に展示されてあったフィギュアは、一部展示されてなかったですね。やっぱり発売されないんですかね。それであとは、もちろんストア、メインはグッズの販売になるわけですが、どんなものを売ってるかはですね、公式さんのページ見ていただけたらと思うんですが、ですね、個人的に気になったのが、まずこちらで、クイーンスタジオさんのバストを取り扱い始めたみたいですね。すごいですね。でこれ1分の1、実物サイズですからね、すごい大きさで、お値段もアイアンマンで15万から20万くらいしますが、でもすごいかっこよかったですね。ロキなんて45万円ですって。でもこれ海外サイト見ると30万ちょっとなんですかね。間違ってたらすいません。なのでなんか妙に高い気もするんですけどね。でもいつか挑戦してみたいですけどね。玄関とかにあったら面白いですよね。入ってくる人大抵びっくりしますよね。であとまさかのアイアンスタジオさんの4分の1スタチューもイベント限定で販売になったんですよね。これ動画の冒頭にキャプテン映したんですけど、日本で発売されなかったんですよね。でなのでどうしても欲しくて買っちゃったんですよ。
そしたらまさかの今回トイサビさんが販売っていう風になったんですが、まあでもこれ3体セットのみでしかも50万もするんですよね。なので、やっぱりちょっと高いような気がしますね。まあでも日本で買える安心感っていうのはありますけどね。まあでもやっぱりちょっとお高めに感じましたね。まあでもこうやってアイアンスタジオさんとかクイーンスタジオさん取り扱ってくれるっていうのはいいですよね。本当今後ピンポイントに欲しいの来たら、なんかちょっと買っちゃいそうな気がしました。はい、ということで、まあ、あんまり店内ガツガツ撮れませんでしたので、本当超ざっくりなんですが、マーベルオールスターズ行ってきましたでした。等身大のフィギュアが置いてあったり、本物の衣装が展示してあったりで、フィギュアの最新展示が見れたりで、マーベルのいろんなグッズが売っている、楽しいイベントお店でしたので、興味のある方はぜひ一度行ってみてください。で最後に私が軽く買ったものをご紹介できればと思うんですけれども、開封まではいかないんですけれども、買ったものだけ軽くご紹介になります。まずはロキですね。ムービーマスターピースのロキ予約してきまして、ショッパーをもらってきました。でこの中に入ってるんですが、ライトボックス、マーベルコミックロゴですね、これ買ってきました。ライトボックス使い物しないのに無駄に買ってます。あとですね、全く同じなんですけれども、スターク・インダストリーズのロゴのライトボックスも、買ってしまいました。ライトボックスだいぶ溜まってきちゃいました。なんか今後もたくさん出そうですよね。やめ時が見えなくなりそうです。それと、まあ逃せないのが、アイアンマンですね。ムービーマスターピースアイアンマンマーク4、ホログラフィック版、これも買ってきました。いやー、このホログラフィックもどうなんですかね。今後も続いていくんですかね。それと最後にですね、パッケージマグネットも、一箱買ってきました。これアベンジャーズの絵柄のマグネットですね。これなんか、機会があればちょっと開封動画なんで出せたらと思ってます。本当はですね、ポップとかコスベイビーも欲しかったんですが、結構混んでたので一旦これだけ買って帰ってきました。平日はかなり空いてるので、様子見てまた行っていきたいと思います。はい、ということで私はですね、これだけ買ってきました。はい、ではですね、この辺で一旦終わりにしたいと思います。それでですね、今後何回かに分けて撮ってきたホットトイズの最新フィギュア展示動画をですね、また投稿していきたいと思ってますので、よかったらですね、ぜひまた見に来ていただけると嬉しいです。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。